こんにちは、ハッスルジャパンです。今回はホンダ新型アキュラ MDX タイプ S のベースレビューについてお届けします。ホンダが海外向けに展開する高級ブランドのアキュラは、大型 SUV MDX シリーズの上位モデルとなる MDX タイプ S をアメリカで発売しました。2022年2月から店頭に並んでおり、現地の自動車各紙はそのパフォーマンスに熱い眼差しを注いでいます。タイプ S の名にふさわしく、本モデルではパフォーマンスが向上しています。最大馬力は 355HP、 最大トルクは 480Nm となっており、標準モデルの MDX よりもそれぞれ 65HP と 118Nm 向上しています。米ロードショー氏は、結局のところタイプ S の登場により、以前から競争力のあった3列 SUV が、真に熱意のこもったものへと変貌した、と述べています。重速トランスミッションの制御プログラムも改善され、シフトダウンが 40%、シフトアップが 30% 高速化されました。タイプ S のバッジに対する期待は大きかったようで、さらなる向上を望む声も出ています。米カー&ドライバー氏はシートやオーディオなどの装備の充実を認めつつも、一方で我々のような熱心な愛好家は、タイプ S のブランドを冠する者に対し、もう少しパフォーマンス面での期待を抱いていたのかもしれない、と本音を漏らしています。この V6 ターボには MDX を安心して動かすのに十分なパワーがあるが、我々が望んでいたほど個性的なわけでもレスポンスに優れるわけでもない、と述べ、予想との違いを嘆く内容です。タイプ S の加速性能はスタンダードモデルよりも改善が見込まれるものの、テストドライブを終えた同氏は、オールシーズンタイヤのグリップ性能が冴えないほか、パワステのサポートが過剰気味で人工的な感触がしたと評価しています。MDX のサスペンションは、タイプ S で独自の進化を遂げました。米モータートレンド氏は、2022年型 MDX タイプ S をさらに注目せずにはいられないパフォーマンス SUV にするため、アキュラは単なるエンジンの改良を超え、さらに踏み込んだ、と紹介し、その代表格としてサスペンションの改善を挙げています。アキュラ社の中でも初採用となる新型のエアサスペンションは、従来よりも強固な構造とアダプティブダンパーを採用しています。スポーツ、およびスポーツプラス、モードでの走行時は車高を自動的に 0.6 インチ、約 1.5 センチ下げ、リフト、モードでは逆に2インチ、約 5.1 センチ、上昇させます。昇降を行わない通常モードでも、従来よりもソフトな乗り心地をもたらしています。外観ではタイプ S のバッジが目を引きますが、それに加えて巨大な21インチホイールが存在感を放っています。奥に構えるのは、ブレンボ社製の4ピストンブレーキを搭載し、タイヤは軽微なパンクを自己補修するセルフシールタイヤとなっています。直径5ミリまでの穴であれば自動的に塞がる構造となっており、次の定期点検を迎えるまで問題なく乗り続けることができます。ロードショー氏は、パンク対策として浸透しているランフラットタイヤとは異なり、パンク後一定の距離を走行するまでに修理工場に駆け込む必要はないとしています。アキュラ MDX タイプ S は、新開発のダイナミックエアサスペンションと21インチホイールなどを備え、価格は $66,700、約900万円からとなります。上位トリムのタイプ S アドバンスは$72,050、約970万円からとなり、フロントシートは16ウェイ電動シートとなるほか、9通りのマッサージモードを備えます。また、25スピーカーの音響システムを採用するなど、快適性をさらに高められています。いずれのトリムもホンダの SHAWD に対応し、すでにアメリカ国内で販売中です。